おことわリックス。今年見事25年ぶりのリーグ優勝に輝き、日本シリーズでは惜しくも日本一を逃すも、ヤクルトと熾烈な激戦を繰り広げプロ野球ファンを沸かせたオリックスバファローズ。しかし昨年までは B クラスの常連チーム、過去20年間で最下位9回、A クラス入りはわずか2回と球団史に影を落とす暗黒時代を過ごしていました。そして暗黒時代の真っ只中だった2018年オフに、ある FA 選手から前代未聞となる門前払いを受けてしまう辛すぎる過去があったんです。その悲劇を人々はこう言いました。おことわリックス。そこで一つの疑問が生じました。なぜおことわリックスは怒ってしまったのか。というわけで今回動画は、おことわリックスが怒ってしまった経緯について解説したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。2018年のオリックス。2018年のオリックスは開幕から低迷し、4年連続 B クラスとなる4位に終わります。チーム防御率 3.69 はリーグ1位だったものの、チーム打率はリーグ5位の打率2割4分4厘と、打撃に課題を抱えていました。そこでオリックスフロントは、来季へ巻き返しを図るため、補強ポイントに打力アップと固定できなかったセンターラインの強化を掲げ、この年 FA を取得した西武浅村秀人選手に狙いを定めたのです。2018年の浅村選手は打率3割1分、ホームラン32本、127打点をマークし、チームのリーグ優勝に大きく貢献。自身も打点王、セカンドでベストナインに輝くなど、キャリアハイのシーズンを過ごし、オリックスの補強ポイントに大きく合致していました。また浅村選手は前年の契約更改で西武から複数年契約を提示されるも、甘えを持ってやりたくないとこれを拒否、単年契約を選択したことで FA 宣言が濃厚とされていました。そして2018年シーズンオフに入り、 FA 解禁日となった11月5日に浅村選手は満を持して FA 宣言。球団事務所で会見を行った浅村選手は、 FA 権行使の理由について、権利を行使はしましたが、外に出るから行使ということではなく、他球団の評価を素直に聞きたいと思ったことが理由です。ドラフトでこの世界に入れてもらって、今の自分があるのはライオンズのおかげです。一昨年からキャプテンもやらせてもらいましたし、ライオンズを最優先で考えたいと思っていますと、西武への強い愛着を口にするも、これまで FA 移籍した選手が口を揃えた定型文、他球団の評価が聞きたいが出たこと、さらに数日前に自身のインスタグラムアカウントを消去したことや、トレードマークだったヒゲを剃り落とし髪を黒に戻したことで、移籍は濃厚ではないかと噂されました。また浅村選手は、特にここの球団の話が聞きたいというのは全くないですけど、興味を示してくれる球団が一つでもあればその球団と話してみたいと語り、どの球団であっても門戸は開いていることを強調しました。こうしてプロ野球を代表するセカンドの FA 宣言により、争奪戦が勃発。ソフトバンク、楽天、そしてオリックスが獲得に名乗りを上げました。各球団が浅村選手に用意した条件は、西武3年15億、ソフトバンク4年28億、楽天4年20億、そしてオリックスも浅村選手獲得のため、金子投手、中島選手に減額制限超えの大減俸を実行するなどして資金を捻出。4年20億と他球団に引けを取らない好条件を用意し、交渉に備えました。そして11月15日交渉が解禁されると、11月16日にソフトバンクが他球団に先駆けて極秘交渉、11月18日には楽天と高級中華料理店で交渉。楽天側は西武時代の先輩である石井 GM が直接出馬し、自身が FA 移籍で得た経験や心境を浅村選手にぶつけ、会談は2時間を超えたと言います。楽天は交渉後会見を準備していましたが、浅村選手はまだ他球団との交渉が残っているという理由でキャンセルしました。そして残ったオリックスとも数日以内に交渉が行われると予想され、日刊スポーツはオリックスが浅村と大取り交渉へと題した記事を掲載。オリックスファンも、浅村は大阪が地元やからオリックスを選ぶはずと期待。また一人のファンが浅村選手にオリックスのユニフォームを着せたコラ画像を作成。これを見てネット上では、ガチで違和感ないや、生え抜きの風格といった称賛の声が上がりました。しかし11月19日衝撃的な一報が届けられるんです。 FA 浅村秀人、オリックスに断り。通常 FA 宣言した選手は、獲得の意思を示した他球団と直に会って交渉を行い、移籍あるいは残留を選択するのが基本的な流れです。しかしオリックス長村本部長によると、19日の午前中に浅村選手の代理人から電話があり、今回は他の球団から選ばせていただきたいと断りの連絡があったと言うんです。前代未聞となる一度も交渉しないまま門前払い。このあまりにもショッキングな一報を受けて、オリックスファンからは、 FA で門前払いとか初めて聞いたわ、スタートラインにも立てないだと、といった悲痛な叫びが相次ぎ、この出来事はおことわリックスと命名されました。オリックス長沼本部長も、会ってからだと失礼という配慮だと思う、意中の球団があるなら仕方がない、
会って話をしたかったというのが本音と鎮痛な面持ちで話しました。この浅村選手の対応にネット上では様々な意見が飛び交いました。オリックスへ入る気がなかったとしても礼儀として交渉の席ぐらいには立つべきだというオリックスを擁護する意見、一方で入団の意思がない状態で会うのは時間の無駄といった浅村選手を擁護する意見、中にはいつからこんな魅力のない球団になったのかとお断りされたオリックスの現状を嘆く意見もありました。そして浅村選手はお断りックスした同日に西武と再交渉し当初より上積みされた提示を受けます。ただこの時点で大部分のプロ野球ファンからはこの年日本一に輝いた上昇軍団でどの球団よりも好条件を提示したソフトバンクが濃厚だろうと見られていました。しかし11月21日浅村選手は大方の予想に反してソフトバンク西武に断りの連絡を入れ楽天入りを表明したんです。後日入団会見が行われ楽天入りを決めた理由について浅村選手はカズさんが来てくれるだけで楽天イーグルスのためになる、その言葉が本当に自分の胸に刺さりましたし本当に楽天イーグルスのためにやりたいという気持ちになりましたねと語りました。なぜお断りックスしたのか、ではなぜ浅村選手はオリックスに断りを入れて楽天入りを表明したのか、いくつか理由が挙げられています。オリックス中島選手の対談、浅村選手がまだ若手だった頃当時西武に在籍していた中島博之選手に憧れを持ち、その後中島選手が退団してからも親しい関係だったらしく、その中島選手がオリックスを離れたこと、オリックスの内部事情を聞いていたこともあって移籍先の対象から外れお断りックスにつながったという噂です。楽天に馴染みのある選手が多い、楽天には西武で一緒に戦ってきた石井 GM 渡辺直人選手、岸投手がおり、同学年には則本投手がいました。浅村選手の入団会見が行われた時は渡辺直人選手、則本投手が会場に駆けつけ記者に混じって質問するなど和気あいあいとしたムードが広がっていました。楽天の条件が破格だった、当初楽天の条件は4年20億と報道されており、ソフトバンクの4年28億より低いとされていましたが、実は基本年俸6から7億に出来高が加わると年9億に達する破格の条件を楽天から提示されていたと後に報じられました。お断りックスのその後、現在は浅村選手の一件以外にもオリックスが FA 選手の獲得に失敗するたびにお断りックスが使用されています。20年オフにソフトバンク長谷川外野手が FA 宣言を示唆するとオリックスのみが調査を開始すると、長谷川外野手は一転福岡を離れたくないと福岡愛を口にし残留、これを受けてネット上ではお断りックス再びお断りックスの再来と書き込まれました。というわけで今回の動画は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル Twitter も開設しましたので概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。